Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kenji. Happy birthday to you. Kenji, おめでとう。お父さん、うん、お兄ちゃん、ちー兄ちゃん、悦子さん、今日はどうもありがとう。お前も幼稚園の年長さんになったんだ。これからはもうちょっとしっかりしなくちゃダメだぜ。分かったよお兄ちゃん。よし、それにケンジ、少し悦子さんに余ってるすぎだぞ。これからは厳しくやるからな。ほら昔から言うだろう、ほらあれだ、鉄は、ほら、あれら、わかんないかな。龍二さん、鉄は熱いうちに打て。そうだ、わかったな。今のうちに鍛えないと、ふにゃふにゃ人間になっちまうんだ。え、ケンジ、わかったな。わかったよ、ちー兄ちゃん。よし。ほら、ケンジ、もりもり食えよ。うん。白川君には、私の助手ばかりか、ケンジの母親代わりまでさせてしまって、本当にすまないと思ってるよ。いいえ、そんな。安達様たちは、我々ダダセロボット兵団。ダダセロボット兵団。本艦ダダロイド士官バズカード。バズカード、君たちは何をしようというんだ。ダダセ全宇宙征服する、世界的科学者葉山博士、ダダセ欲しい人。ん、それやめろ。やめろ。お父さん、よし、引き上げろ。ダメよ、ケンジ君。ケンジ君、お父さん。なんだ。ほほほほほほ、鉄人兄弟。
犯罪兄弟ロボット。ダダ星円盤に葉山博士、息子ジョージ龍二を連れ去られた事件をきっかけに、世界各地でダダ星軍団の仕業と思わしき事件が続出し、ついに国連有志国による地球防衛軍が結成された。しかしその後、葉山博士とジョージ龍二親子の消息は用として知れず、一人残されたケンジは地球防衛軍に引き取られ、父の助手であった悦子と暮らしていた。ケンジ君、今日はね、お姉さん腕を振るっておいしいものを作るわね。だからうちでお誕生祝いしましょうね。うん、お父さんやお兄ちゃん、ちにいちゃん、どうしてるかな。元気にしてるわ。ジョージさんもリュウジさんもどんなことになったって負けるような人じゃないもの。ダダ星って遠いんだろうな。今に行けるわ、きっと。覚えていろ、ダダ星人。はい。やあケンジ君。はい、ケンジ君、いらっしゃい、マルイさん。うん、誕生日おめでとう。それでいよいよ1年生だね。これ、おじさんからのプレゼントだよ。どうもありがとう。開けてもいい？ああ、いいとも。よかったわね。うわあ、すげえ。うわあ、ケンジ君、よかったわね。ブー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 。なんでしょう。ダダ星人だ。ダダ星人？私は直ちに作戦本部に入る。君たちはここを動いてはいかんぞ。はい。ダイ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 。あ、お姉さん、あいつらだ。あ、あの時の。早く片付けるんだ。はい、背景中佐。はい、援軍からの連絡は？電話も無線も通じません。ケンジ君、ケンジ君。あ、白川君。はい、ケンジ君どこ行くの。大佐、大変です。どうした？無駄な抵抗をやめろ。貴様たちに援軍来ない。出てこい司令官。大佐、どうしますか。大佐、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 大佐。攻撃開始。かかれ。はい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 。小僧、下がれ。あ、ケンジ君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 。はいはいはい、処刑。よーい、はい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 、殺せ。はい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 。もう、何やつ。見てろ。
何者だ。スカイゼル、グランデル。おぬれ、ロボット兄弟よ。兄弟。兄弟。兄弟。かかれ。はいはいはい。何が何だかさっぱりわからん。ともかく助かったんだ。ほっ、貴様は誰だ。ゴンベスとオセベス。ゴンベス、スカイゼルとグランゼルに付き添ってきたお目付け役のジジイでベス。ケンジ君、あの二人は兄さんだベス。ほんとベスよ。兄さん、嘘だ。嘘でないベス。嘘だ、嘘だ、嘘だ。嘘でない。嘘だ、嘘だ、嘘だ。嘘でないベス。ダディ、ダディ、キョー、ダディ、ダディ、ジャン。ダギー、俺の真似するな。ダギー、キョー、キョー、ダギー、ダギー、ダギー、キョー、ダギー、ホノレチェンジバズーカゼル、頭はどうした。あそこだ、あそこ。ここだ、ここだ。ゴンベース。はい。頼むぞ。はいはい。こら、ゴンベース。何をしてるんだ。早く来い。おばとでベース。早くしろ、ゴンベース。おばたへでベース。まさか。任せといてベース。ゴンベース。早くしろ、早く。はいはい。頼むぞ、ゴンベース。うんとこさ、ベース。おりぃ、ちょっと逆さまだ、逆さま。はあ、失礼しましたで、ね、ビス。何をやっとるんだ。はい、よっと、これぞ溶接で、ビス。マリさん、あの人たち、お兄ちゃんでもジニーちゃんでもないよね。すまんごんです。行くぞ。はい、オーベス、ケンジ君。すまん、グランゼル。チェンジ。
グランカースカイムサイド。兄貴、準備はできた。よし、行くぜグランゼル。オッケー。兄弟フランゼル、行くぞ。よし、スカイゼル。負けるな、お兄ちゃん。マリー、スカイパンチ。どうだ、痛い痛い。ぶっ飛ばえ、スカイパンチだ。あいつか、おのれ。わっ、くそ、目が回る。離せ、離せ。ああ、兄貴、大丈夫か。バズか。あ、危ない。おっと、行くぞ。やめろやめろやめろ、やめてくれ。まだ負けぬぞ。お前らが仕事も当たるか。来るか、スカイパンチ。頑張れ頑張れ頑張れ。おい、見てて、どんなもんだい、踏みつぶしてやる。何くそ、頑張れ、吹っ飛ばしてやる。今だ、兄貴、行くぞ。そら、フィニッシュだ、くらえ。まいった。どんなもんだ。やったー。ケンジ、ケンジ、ケンジ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、ジニーちゃん、お兄ちゃん、ジニーちゃん、お兄ちゃん、兄ちゃん。兄弟は片付ける。もう次の手は打っておる。わーい、わーい、わーい、わーい。あれ、わー、あー、すげー。深田星へ連れて行かれて間もなく、ケンジ君を心配したお父さんが二人の身代わりロボットを作ったんだべす。つまりサイバロイドを作り上げたんだべす。サイバロイドってなんだい。サイバロイドとは、その頭脳部分の複層コンピューターによって特定の人間の記憶や知識、感情、性格までも吸収し、本人の面影を顔のスクリーンに映し出す身代わりロボットのことである。そんな格好はしておるべすが、何もかも前の兄さんと同じなんだべす。何もかも前の兄ちゃんさ。わかったろ、ケンジ。うん。そうだ、今日はケンジの誕生日だったね。おめでとう。おめでとう。それに1年生になったんだろ。ケンジ、プレゼントを持ってきたんだ。ゴンベス。はいはいはいの、はいベス。ほら、無線機だ。
何かあったらすぐこれで呼ぶんだぞ。どんなところにいても必ず助けに行く。ああ、無線機ありがとう。ほら、それを持っていると、なんだったかな、どうだ、わかんないかな。頑張れよ、ケンジ。もっともっともっと強くなれ。いいな、ケンジ。そうだ、強くなれよ。やっぱり運動は兄ちゃんたちだ。お兄ちゃん、うん、ジニーちゃん、ケンジ、お兄ちゃん、はい、よかったです。わー、わー、わー、地球防衛軍じゃないか。なんだ、ハインケル中佐だわ。この円盤を疑ってるんだな。よし、私が行ってくる。ガラスは分かるはずだ。おお、やめろ、やめて、やめて、やめろ、やめるんだ。こりゃ誤解が解けるには時間がかかりそうだな。ここは一旦どこかへ立っちゃった方がええかもしれんべすぞ。やむをえん。ゴンベス、なんと、はいはい、よーそろ、みんなやめてよ。あの円盤は僕の兄ちゃんたちが乗ってきたんだ。大佐、ハインケル中佐、あれは葉山博士の息子さんたちなんだ。ダラ星人なんかではない。大佐、話は後で聞こう。あなたをスパイ容疑で逮捕する。何、はい、ハンケル、ハンケル、貴様の指図は受け、殺せんか。出てけ、殺せ。一難去ってまた一難。ハインケル中佐は一体何をしようとしているのか。頑張れ兄弟、スカイゼル・フランゼル。私、地球防衛軍の白川少尉。困ったわね、大佐が連れて行かれてしまって。でもケンジ君にロボットの兄さんたちが戻ってきて本当によかった。次はね、ダダ星からロボットの戦車が出てきて大暴れするんだぞ。絶対見るべし、見るべし。おーおー、俺たちは遠い星からやってきた。地球の平和を守るため、スカイジェットだ。